まずハーレーってハーレーって言うよね。まださん、しばらさん、はい、少し質問いいですか。ハーレーとハンメーカーの違いって何ですか。一番の違いは何ですか。まあ、ハーレーとタメーカーの一番の違いは、まずハーレーってハーレーって言うよね。え、何乗ってんの。ハーレーです。でしょ。あー、そういうことですか。そういうことなんだ。おお。だから、まあ、ハーレーイコールアメリカではもう文化みたいなもんだから、はい、だから、まあ、ハーレーって言えばじゃあバイク興味ない人でもああいうバイクだなっていうのが想像できるから、やっぱりそこが他のメーカーとはちょっと一番違う、一味違うところかなと思いますね。すごい分かりやすかった。